Hey guys, it's Yuta. So, a while ago, I asked my audience who are not Japanese what their favorite anime are. And here's the result. But do Japanese people know these anime? Let's find out. So, Death Note, One Punch Man, Tagaren, 僕だけがいない街、シュタインズゲート、ナルト、進撃の巨人、銀魂、これ知らないです。知らない。エヴァンゲリオン知ってます。ワンピース知ってます。ソードアートオンラインは知らない。ハンターハンター知ってます。東京グール知ってます。マドカマギカ知ってます。耐久知ってる。カーボーイバップ知ってます。この中で好きなのはちなみにどれですか？ハンターハンターが好きです。どういうところが好きですか？ストーリーが好きです。ちなみにこれって僕 の、 あの視聴者の人が好きなアニメなんですよ、外国人の。このラインナップについてどう思いますか？じゃあ日本人に近いんじゃないですか、感覚が。デスノート、ワンパンマン、フルメタルオーキュメスト、ナルト、進撃の巨人、銀魂、エヴァンゲリオン、ワンピース、ハンターハンター、ハイキュー、以上です。この中でちなみに好きなものはありますか？一番好きなもの、ワンピースかな。ワンピース、まあ、小さい時から見てるから日曜の日課みたいになってるっていうか。このランキングついてどう思うか。まあでも日本人とちょっと違いますよね。だいたいワンピース、ナルトとか、よくアニメで週に1回やってるようなやつが上の方に来ると思うんですけど、デスノート、ワンパンマンとか多分私見たことない上に来てるっていうのは。私が知ってるのはデスノートとワンパンマン、なんだろう、鋼の錬金術師、あとナルトと進撃の巨人、銀魂、新世紀エヴァンゲリオン、ワンピース、ハンターハンター、東京ブール、あとハイキュー、ハイキューぐらい。この中で好きなものはありますか？銀魂です。銀魂めちゃめちゃ好きです。本当だとドラゴンボールが好きなんですけど。銀魂はどういうところが好きですか？なんかギャグ系もあって、でもなんかシリアスの時はなんかその感動もあってっていう、なんかそのギャップがいいっていうのと、そのやっぱ主人公 の、 その 銀徳っていう人が、そのなんかいつもおちゃらけてるんですけど、なんかやる時はやるっていう、なんかそのまあいいことも言うしっていう感じの時がなんか勇気も出るしっていう、元気をもらえるアニメだと思っております。これちなみに僕 の、 あの動画を見てくれてる外国人の好きなアニメのランキングだったんですけど、そうなんですか。このランキングについてどう思いますか？あ、でもいいとは思うんですけど、ドラゴンボールが入ってないのがちょっとなーっていうあれか。でもすごい今時のアニメで、ね、でもナルトとかもなんか昔、ね、そののアニメもあってっていう、いいかなとは思います。 So you're Japanese and you grew up in、Okinawa? Yes. So you're qualified? Yes. Yeah, so. I know Naruto. You said there's One Piece, right? Yeah, One Piece. Yeah, I know One Piece.I think I know Hunter x Hunter, but anything else I don't watch anime, so yeah, I only know One Piece and Naruto. People who watch my video, yeah. They tend to be very interested in anime. Yeah, I think that's a lot of like foreigners, that's why they like to come to Japan, because they like anime, but yeah, I only know Naruto and One Piece. Death Note, Naruto.進撃の巨人、銀魂、エヴァンゲリオン、ワンピース、ハンターハンターって聞いたことある？聞いたことあります。東京。ああ、漫画は、うん、なんかです。あと、ハイキューも知ってます。はい。この中で好きなものはありますか？ないです。ないです。あまりアニメ好きじゃない。はい、あんま見ないです。見ないです。このランキングについてどう思いますか？なんかあんまり日本で有名じゃないやつが多いなって思って。なんかあんまり、ね、日本がちょっと違うかな。日本と外国じゃちょっと違うかなって感じが。ワンパンマン、鋼の錬金術師、ナルト進撃の巨人、銀魂、新世紀エヴァンゲリオン、ワンピース、ソードアートオンライン、ハンターハンター、東京グール、配給くらいですかね。この中で好きなものはありますか？好きなもの、デスノートが好きです。
どういうところが好きですか？デスノートはあの週刊少年ジャンプで面白い漫画いっぱいあるんですけど、だいたい長期連載になっちゃってぐだることが多いじゃないですか。だからワンピースとかナルトとか、ナルトとかもそうなんですけど、デスノートはあの12巻で確か完結してて、あのすごいずっと同じテーマ性みたいなところでブレずに終わった気がして好きです。このランキングについてどう思いますか？ワンパンマンめっちゃ人気ありますよねこれなんかよく、なんか僕も海外の方がコメントしている YouTube とか見るんですけど、なんか埼玉みたいだみたいななんかこの空手の達人埼玉みたいな、多分ワンパンマンの主人公埼玉って言うんですけど、なんかすごい人気ありますよね、ワンパンマン最近のアニメで。あと意外なのは鋼の錬金術師ってあんまり外人に人気ないのかなと思ったんですよ。なんか世界観がヨーロッパじゃないですか。だからもうちょっと海外の人って日本のそのナルトとか、まあ、ブリーチとか、そのなんか日本の東洋的な文化の漫画が好きなのかなと思ったんで、鋼の錬金術師は意外です。So the result isn't surprising to me because I'm Japanese, but what did you guys think? Let me know in the comment section.But if you like watching anime, do you watch it raw? Because I think the best way of enjoying anime is not relying on translations. So, if you want to learn Japanese with me, I can send you some free Japanese lessons by email. So, click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao!